الحارس انظروا. それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ダレサンド、クエマス、ザパ、アイマール、アジャル、コンスタンス、アボンダンス、ロドリゲス、ペレス、ゴンサーレス、デルガド、スケロット。ヘッドでドリブル、ロドリゲス、いいボールが出た。さあここからどう攻める。よく前を見ている。ザパタ、どうして外せるの。ダレサンドロ、シュート。キャッチされた。フリーにさせてはいけない。ボールを運んでいきます。スケロット、デルガド、ジャンプ、出た。ナイスファイト。スペースを見つけた。スケロット、おっとファールを取られました。ダレサンド、ボールを外に出します。タコソー、これはチャンスだ。がっちりキャッチ。ワンツー、おっとファールを取られました。このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。
を下げます。合わせた、中へ上げる、シュート、コーナーキックになります。さあチャンス到来、攻撃を組み立てます。ザパタ、味方を探してますよ。フォローが遅いですね。これはゴールキック。ああ、この、言いたいけど言えない。いいパスだ、ザパタ、果敢にスライディング、危険なタックル、戻る、華麗なドリブル、これはファールです。つながりません。スローインです。タレサンドロ、ゴールドル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 、決まった。さあもう一度見てみましょう。タレサンドロ、彼は本当に視野が良いですね。おっと、前半終了の笛です。前半後半戦開始の笛です。スケロット、デルガド、これはファールです。ヘッドで押し込んだ、スケロット、タレサンド、タレサンドロ、これはゴールキック、シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。
ットで、危険なタックル。ドリブルで上がる。ボールが宙をさまよう。つけろ。クエラス。ガンビリバブルゴール。ここで確実に得点を奪います。さあもう一度見てみましょう。クエバス。ケロッとアジャル。リザーブの選手が体を動かしています。ここで選手交代です。折り返した。シュート。これはゴールキック。これは惜しい。ヘッドでドリブルで上がる。ワンツー。ペレス。アジャル。クエラス。コーナーキックになります。流れを決めた。デルガド。ダレサンドロ。危険なタックル。これはイエローカード。少しレイトタックルでしたね。壁の選手が揉めているんでしょうか。一旦下げる。中盤でのプレッシャーがかなりきついですね。シュート。クロスバーに当たった。インターセプト。これは素晴らしい読みでしたね。デルガド。ヘッドでつないでシュート。デルガド。コーナーキックを得ました。横にそれてしまった。
接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。